DS BDS Hey, it's been a long day! 今日だと皆様アリは大好きですか？僕は大好きです。人口今70億人ぐらいいますけど、一人につきアリが100億匹ぐらいね、いるそうです。そんぐらいね、アリはめちゃくちゃいるんですよ。そこでね、僕は目をつけました。もし僕たちがアリをね、こう普通に日常的に食せるようになったらね、もう食事困らないんじゃないのかって思ってこれを買いましたね。でーアリの缶詰です。ブラックアンツ昆虫スナック、内容量 5g 黒アリ使用。アリンコね、これ 5g で2000円ぐらいでした。めちゃくちゃぼったくりですけども、だからこうね、アリってどういう味なのかって、まあそこら辺の土にいるねアリ食ってもいいと思うんですが、それはちょっとかわいそうだなって。もうすでに死んでるやつだったら全然 OK です。アリにね、どういう栄養素があるかというと、アリは自分の体重の10倍100倍という重さを持ち上げることができます。人々はその力に目をつけ、健康食品や漢方薬として食してきました。ダンテ氏すごいチャレンジですね。これ夏になると僕必ずこう食べ物が食べれなくなってしまう病気と僕は思ってて、吐き気癖もね、なんか夏になるとさらにヤバくなります。食欲不振になってね、アリが食えればね、何でも食べれる気がして食べます。ではね、今日はパスタで、塩味のパスタをやって上にふりかけみたいな感じで食べてみましょう。アリの缶詰開けてみましょう。もう本当にね、アリだと思わなければ多分吐かないと思います。これはアリじゃない、これはゴマだ。よし、セサミン食べるぞ。セサミストリート。これはゴマだ。めちゃくちゃくせえ。めちゃくちゃ、うぅい。タランチュラより臭い。うん。俺はいける。俺は神曲を書いたダンテの子孫。祖先だ。よし。そうだ。鼻をつまんじゃわないんだ。鼻。洗濯バサミ。あれれ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 れ、ダメだ、鼻いて。これで大丈夫だ、これで匂いしないはずだ、キッチンペーパーで。よし、じゃあ食べるぜ。もうね、こういうのって匂いからダメなんですよ。匂いがいけないから。これはかわいそう。これやめてよ。うわ、絶対他のやつらにも食わせてやろう。なんかすごいむごいことになってます。もう体が原型をとどめてないんですよね。しかもポップがすごい反応して、この匂いに。もう閲覧注意ですね。パスタにかけていきたいと思います。俺はいける男だー。ちょっとこれ全部食うのは、アリがどんなものかっていうものをね、今日は伝えれたらね、僕の勝ちです。じゃあいきます。まず匂いが半端ない。アリの匂い、アリの匂い自体知らなかったし、もう今にないね、気持ち悪い匂いですこれ。息をしなきゃ大丈夫。うぅいうぅい、もう食う前から吐きそうです。でも案外ね、美味しいかもしれません。本当に実はね、美味しいかもしれないので食べてみましょう。どんな味かというと、まず味がしない、口の中でこうって感じで。改めて紹介します。はい、ゲストのフィッシャーズのシルクローズでございます。いえ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はまあ、さっき僕食べたんですが、はい、何の缶詰か当ててください。はい、まだ分かんないと思うから、じゃあ匂いを嗅がせます。くっさ、何これ。え、足裏みたいなやつ。何これ。くっさ。え、なんか甘い匂いと酸っぱい匂いが共存してる。まあ確かに
これには蜜があると思うんで。蜜、蜜、あ、ヒント言っちゃった。蜜、うん、本気で分かんないですけど何じゃあ食べてみるか。はい、じゃあ パスタで作ったから。パスタで作ったよし、じゃあ口開けて、上に口、あんまついてないな、そんな味がする。痛い痛い砂利砂利じゃない砂利じゃない、飛ばせない砂利じゃない。じゃあヒント あげよ。虫。え？なんだこれ意味がわからん砂利みたいな虫。ムカデ。違う。アリ。うわぁ、なに、こまごましてる。これ改めて、うわ、マジじゃないか荷物うわぁ、いや、味のレポートしないで、ちゃんと視聴者に。味もクソもないっすよ、これ砂利ですもん、ほぼ味しないよね。味ほぼしないですね。ただ、なんか炭のかけらをずっと食べてみたいな。ああ。カリッカリッ。あ、でも知らないで食っただけマシでかもしんないね。ああ、そうですね。知るよりはマシですよ、全然。やっぱ臭い何が何でも臭いめっちゃ臭いですよ、これ。なんですか、この酸っぱいのは。Today's Silk Point。あ、ちょっとパスタ飛んできた。20。あ、20。20ですね。20か。あ、結構高評価でしたね。まだっすね。Today, Dante's point. -100。 あ、そんなのもありますね。マイナスもありますね。ということなんで、アリは味がしなくてクソまずいでした。はい。ぜひみんなも食べてみましょう。なんか、バイバイないの？シルクバイバイ。あ、ありますよ。お、あるんだ。チキチキじゃない。あ、チキチキじゃないです。それ初めっすね。アデュー。え、それなんか誰かやってなかった？僕らですよ俺らっすよ。ではまた、See you! アネコパクト、See you! PDS 株式会社。